イヴァン・シャーチ・サリッチと彼の飛行機イヴァン・サリッチは、セルビアのスボティツァ生まれの航空のパイオニア、アスリートである。1910年10月16日に自作の飛行機で飛行に成功した。スボティツァに生まれた。スボティツァの商業学校を卒業した。レスリングの選手となり、地元にサッカークラブを設立したメンバーの一人となった。百九十一年から自転車競技を始め、 すぐにハンガリー王国屈指の選手となり、1896年にペーチで開かれた国際レースでは2位になった。1897年と1898年の 10km トラック競技でハンガリー王国のチャンピオンになった。1899年から1910年のいくつかのレースでも優勝した。1909年にパリを訪れた時にルイブレリオラ、 何人かのフランスの航空のパイオニアに出会い、飛行機が飛ぶ姿を見て、飛行機に対して情熱を抱いた。故郷のスボティサに戻ると、飛行機の自作をはじめ、入手しやすい木材や、布やオートバイの部品、ピアノの弦などが使われた。1910年はじめ、24HP のエンジンを積んで単容器、サリッチ1は完成し、その年の夏、試験飛行と練習を行い、 10月16日、7000人の市民の見守る中で公開飛行に成功した。1911年、自作のエンジンを 50HP に出力向上させたさ、リッチ2を製作したが、第一次世界大戦の勃発などによって改良はやめた。その後もスポーツ競技のプロモートをする一方で一種のヘリコプターのような垂直離着陸機の発明を続けた。スボディツァの 航空クラブは、サリッチの名前が付けられており、スボティツ近くのベコボのスポーツ用飛行場の名前に命名されている。サリッチ1の復元機は、ベオグラードの航空博物館に展示されている。ありがとうございます。